の未来を信じればいいとか迷うようなお前の終わりだろう。勝ち残るのは誰に頼ることだ。己の力を信じられるものだけ涙を流すのはそうさ今じゃない。あ舞い上がれちぎれた羽広げて同じ定め未来命はいつか消えるから。あ燃え尽きて落ちてゆく時まで逃げ場所も持たぬ戦士で I want to the last day。 傷ついた手を伸ばせ鼓動が続く限り I want to the last day。戦うことに目を背けてもいるさ。綺麗なことだけ並べてればいいだろう。己にとって大切な誰かを失う覚悟があるというのならばため息飛ばすのはそうさ今じゃない。あ舞い上がれちぎれた羽広げて痛みを抱いたままは投げる時が来るから。ああ燃え尽きて落ちてゆく時まで苦しいこの明日を求めろ。 And to the last day。 傷ついた手を伸ばせ鼓動が続く限り命はいつか消えるから。ああ燃え尽きて落ちてゆく時まで逃げ場所も持たぬ戦士で I want to the last day。 傷ついた手を伸ばせ鼓動が続く限り I want to the last day。ちょっと意外ですね。意外です。はい、ということで、じゃあ次は8日ですね。8日、何があるんですか。いよいよテレビ公開収録ライブ、新宿ヘッドパワーでやります。会場6時、
まあいろんなちょっと収録があるので、実際に歌の撮りになるのは、歌撮りが19時45分、それまではなんかコメントの収録とか、あと、まあ、番組なので他の出演者もいるんだけど、なんかトークするんでしょ。トーク、どんなトークするんですか。知らない知らねえ何するんだか分かんないですけど、そんな感じで歌の、あの収録になるのは19時45分からなので、早くから来れる人は早く来てもらって、全編見ていてもらって、まあ6時会場だからね、仕事の人とかは間に合わないと思うから、19時45分まで来てください。龍河様に会えたら握手してもらえるんですか。あ、してもらえる。拍手です。拍手、握手は何ですか。握手会撮影会。そうそう、知らない。写真撮ってから、うん、握手するみたいな。もう個人的には別にあのいいですけど、うまく僕を捕まえてください。わかんないもんね、本当。だってその収録した後、どういう行動をするのかっていうのは全然わかんないから、とりあえずね、出たとこ勝負じゃないけど、わかんないから。だからなんか物販もやっていいよとか言われてんでしょ。うん、けど、え、どこでどういう感じでやるのってわかんないから、本当に手探りなので。龍河様が。お店やってるんですか。わかんない、その辺もわかんない。俺がやっていいならやるけど、うん、全然そういうのもわかんないから、なんか合間にやるのかなと思ったけど、合間はトークでしょ、うん、だから全然わかんないから、いろいろと捕まえてください。じゃあ、あの龍河様の CD を買ったら何か先着でプレゼントあるんですか。何も考えてない何も考えてないから、うん、じゃあ今から考えちゃう。考えてない。でも本当考えても、うん、全然どうなるか分かんないから、だからなんかあんまり考えないようにしようと思ってて、なんか考えるだけ無駄な感じがこのあれじゃない、一連の流れ的にも。なんかです、全部アドリブで、うん、歌詞も覚えずにいこうかな。嘘だよ、嘘だよ。覚えてなかったんですか。覚えてないです。いや、でも、うん、あの歌詞って、うん、こうバーッと出てくるよ、確かに、うん、こうやっぱ何回かこう自分の中で確認しとかないとなと思って、うん、でも本当に何もかかってなくてもバーッと頭の中出てくるし歌えるんだけど、うん、いざ、ステージ、うん、こう気持ちが入りすぎるとパーンって真っ白になるんだよね。真っ白になって、なんだろう、その歌詞が飛ぶっていうか、もう消えちゃうんだよね。そんな時どうするんですか。あのね、どうしてるかを覚えてないのよ。だから後で画面見て、あ、俺こういう風にやってたんだと、勝手になんか歌詞作ってる時もあるし、うん、自分でこれ書いてるから、それぐらいはなんとかいけちゃうし、なんかね、ポコッとね、なくなる時があるんだよね。それが怖い。最近、2年ぐらい前だったかな。去年とかは、2年前違うな。なんか一個あったんだよね。だからすげえ久しぶりのライブだから、そこがどうなるかわかんないですけど、とりあえずいろいろアドリブでやるんで、うん、まあその
触れ合いの広場に関しては。みんなもなんかこう、ね、アドリブでというか、うんうん、人気応援にというか、タイプテクニックな感じで、テクニックを駆使してもらいたいなと思います。じゃあ、触れ合いコーナー楽しみにしてます。はい、というわけで、じゃあで8日、あ、そっか、まあアップには間に合わないね。8日もまたここで一応みんなで集合するじゃん。だから、多分時間あるからまた歌うそうね。間に合わせましょう。え、無理だろ、だってそのまま会場行っちゃうじゃん。そっか、無理だ。そんな無茶言うなよ。すぐ公開しちゃえば大丈夫。バカしかない。あ、できるっちゃできるよね。サムネイル選んじゃえばいいの。サムネイルはここでは選べない。なんで？ね、え、ダメなの？ここでは選べないです。あ、じゃあダメだ。大丈夫。残念。大丈夫。なんで？やってみよう。無理でしょ。後でサムネイル変えれば大丈夫。うん、というわけで、じゃあ次回、次回だからみんなが会うのはもうあれだよ、ライブで、ライブで、新宿で、お会いしましょう。エントパワーに。